サミュエル・ロバート・ソリスは、アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス出身の、プロ野球選手。左投げ右打ち。相性は、少々。2007年の MLB ドラフト18巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名されるも契約せず、サンディエゴ大学へ進学した。2010年の MLB ドラフト2巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。契約後、 参加の A 級、ヘイガーズタウンサンズでプロデビューし、2試合に登板した。2011年はまず、A 級ヘイガーズタウンでプレイし、7試合に先発登板して2勝1敗、防御率4.02、40奪三振を記録した。7月から A 級ポトマックナショナルズに昇格。10試合に先発登板して6勝2敗、防御率2.72、53奪三振を記録した。 2012年は3月6日にトミー・ジョン手術を行いシーズンを棒に振った。2013年は A 級ポトマックでプレーし13試合に登板して2勝1敗防御率3.4340奪三振を記録した。7月にはルーキー級ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズでプレーし1試合に登板した。オフの11月20日に40人ワーク入りを果たした。 2014年は、参加のマイナー4球団でプレーし、計5試合に登板した。2015年は、開幕を A 級ハリスバーグで迎え、4月29日にメジャー初昇格を果たした。翌30日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビューし、5月10日のアトランタブレーブス戦では、初勝利を挙げた。この年は18試合にリリーフ登板し、1勝1敗。 防御率3.38という数字を残した。また、フィップも3.246であり、実際の防御率との乖離は、ほとんどなかった。2016年は、前年比で、ほぼ倍増となる37試合に、リリーフ当番し、防御率2.412勝4敗、ホイップ1.27という好成績をマークした。また、ヨシキューが激増したが、三振ダッシュのペースも、 大幅にアップし、脱参審率は10.3という高数値だった。2017年は前年と同程度の30試合に登板したが、防御率5.88ホイップ1.35と大幅に成績を落とした。2018年は56試合に登板したが、防御率は6.41と、さらに悪化した。2019年3月9日に自由契約となった。 2019年3月11日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった2019年5月31日 NPB の横浜 DNA ベイスターズと契約したことが発表された背番号は977月に1軍に昇格し4試合に登板した後降格9月6日に 左肩の故障の治療のため帰国を発表。10月16日に来期の契約を結ばないことが発表された。2021年4月9日、メキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約した。最速時速1 5 6トルの速球に加え、落差の大きいカーブ、チェンジアップを投げる。ありがとうございます。